どうも。こんにちは。どうも、こんばんは。佐野です。佐野隼人です。お風呂入った。入ってません。お風呂入ってません。ライブ終わり、そのまま汗べったべたの臭いまんまで配信してます。こんにちは。佐野です。なんかやべえ人いんな。ちょっと待って。あ、どうも。今帰って、そうそう、ほんとさっき帰ってきました。さっき急いで買って、スーパー予定帰ってきました。こうやって、こういう主婦の方みたいにこうやって。ちゃんと自分のセルフレジでやってきたから、俺今日。セルフレジうまいからもうこうやって。780円が1点。378円が2点ってやってきました。ちゃんと声に出して。こんばんは。リリーと誰リリーとハヤト。全然違う。都しか合ってないしね。ハヤトね。母音ぐらい合わせようよ。ただいま。朝の飯久々。どうも。元気ですか皆さん。あ、ブランチ見てくれた。ありがとう。今日出てたんですかね。あれ？ブランチはあれか？あの、トリリオンゲームのあの、目黒くんと一緒に出てたやつかな？徳丸くんですね。そのタコください。このタコですか？これ絶対ありませんよ、これは。ここだけはもう、俺、決めてますから、あの世にも持ってくって一緒に。なんでこれ？タコ3つ食う？何作るっていうと、今日は、僕今食べたいもの、多分ね、僕のファンクラブ、まあ、ファンコミュニティだ。キラリーに入ってる方は、事前に告知してあるんで知ってると思うんですけど、僕今日ね、ドーナツ作ります。ドーナツ。で、しかも、どのドーナツかっていうと、みんな食べたことある方はいるかもしれないんだけど、あのね、ふわふわのやつ。出てくるかな？当てて誰か。あのね、ふわふわの、なんかちょっと、なんつうんだろう。電子レンジでチンするとめっちゃ美味しいやつ。で、なんか、もう、一個だけすごい、一個だけつが、やっぱ一番有名なのはノーマルなやつをいっぱい箱で買うよね。俺はね。新大阪駅とかで絶対買う。あー、そう、違う、それじゃないんだ。この、違う、その、ライオンのやつじゃないさ。あれよ。あんまあれなんだけど、あれよ。ふわふわの、こういう、電子レンジでチンする。違う、それじゃない。それじゃない。ポンちゃんじゃないんだよね。なんつうんだろう。あー、そう、一人正解だ。ちょっと長めの名前のやつ。プリ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 ドーナッツ。プリ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 ドーナッツ。プリ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 ドーナッツ。あ、塩丸大福だ。うちの、一番、ちょっと考えてること意味わかんないやつ、僕コメント固定しといたんでフォローしてください、ぜひ。一番意味がわかんないやつです、メンバーの中で。本当にぶっ飛んでる。インスタの投稿とかはなんかこうやって、かわいいや、僕抱いていいんだよ、かわいいよっていうふうにやってるんですけど、一番彼がぶっ飛んでます。ぜひフォローお願いします。そんな感じですかね。麺にね、豚まん？ドーナツって言ってんだろ？やべ。もう、このさ、こいつがさ、すごい、もう、タコ。やべ、コメントが止まっちゃった。あー、そう、K の、その、3文字なんか表せるみたいだね。さっき知ったんだけど。ふんふん D、K から始まるやつね。あ、そう、それ。それが作れるらしくて、ちょっと、俺大好きなんで、あれ。この前実家に帰った時も、あれね、ん？ 10 人の箱を、4つだから、4、
48個買ってったね。48個実家に買ってた、それ俺。こうやって。弟とか1日で6個とか食べれるから、はいちゃん明日ドーナツ持ってきてんの。あ、シュンタだ。うちの一番、体が細くて、あだ名キって呼ばれてるやつ。ちょっと、こいつも一旦コメントして。あ、こいつ固定したら大ティーンがどっか行っちゃうのか。ごめん、大ティーン。今コメント、こいつのところには、これからなんかメンバー、こう写真撮るの好きらしくて、たくさんなんかあるんで見てみてください。僕の写真とかも上げてくれてるんで。あ、そう、まあ、K から始まって D で終わる、ドーナツを作ります。早く作る。だから、トーク始まるんだって。毎回その飯って。トークを我慢できないやつは、慣れて。慣れてください。ちょっとトークがないと始まんないのよ、これ。もうベロ回していかないと、味もわかんなくなっちゃうから。鼻押さえがち。そう、俺鼻かゆいんだよ、ずっと。ここ鼻がね。ほこりかな。なんか、耳鼻科とか、鼻炎の人いない？教えて、なんかこの鼻かゆいんだけどさ。ずっと鼻こい触っちゃうのがかゆくて。ムズムズするの、すごい。そのアクスタ、あ、これ僕の、セーターさんの時に作ったグッズですね。これめっちゃいいよ、これ。ちょっと、もうこれね、人気すぎても、買えないんだけど、もし来年出たら買ってよ。あ、もう油でギトギトだ、こいつ。手で持ったらベトベトだもん。こいつ。おい、見たか今みんな。おい、今コメント見逃せなかったぞ。トークつまんねえから早く作れって言ったやつ。おいおい今、そいつのことみんなフォローしてやれ。そいつのインスタフォローしてやれ。みんなにびっくりさせて。君もインスタグラムしてみろ、これ焦るから。この1万人も見てたら。多分もう。アンチか？アンチ大好き。アレルギーです。何のアレルギーですか？何のアレルギーなんですか？そう、ニュージーランド行きました。僕ね、ちょっともうこれだけ喋らせて、これだけ作ったらさすがにあるわ。もう俺も喋りすぎって分かってっから。アンチもいるから。そいつフォローしたら。そんな、なんか、そういうことしちゃいけない。僕のやつってみんな見れちゃうから。フォローするとそういうこと書くと、俺、いいのか？なんで、ドーナツ作りますけれども、作って、これ喋ったら作るね。あれ行きました。アナザースカイ出ます、僕。ありがとうございます。アナザースカイに出させてもらって、ニュージーランドに行ってまいりました。ニュージーランド。ニュージーランドを行ってきたので、見てください。いつ放送かまだ発表されてないんですけど。この前俺なんか、フィッシュ&チップスみたいな食べてたやん、配信で。それで、行っていいのか、あれもう遅いか。ニュージーランドです。トリリオンやっていきます。ちょっとね、今日はねめっちゃまずいんでレシピ見ます。マジでちゃんとタブレットを用意したんで見ます、レシピ。まず耐熱ボウルに行きます。みんなもこれちゃんと覚えて作って、今から情報解禁していいです。ね、これツイッターに上がってるんで、ぜひツイッターみんないいねとか押してください。ここは僕のアナザースカイ。ニュージーランドですって言ってきたんで。あ、これ、トリリオン。だってコメント欄でこれめっちゃ多かったんだもん。これじゃない？もう。これ良かったんだけど、ね、本当は。これも俺いいと思ったんだけど。これはなんかもう、ちょっと、普通かなと思っちゃったんだけど。まだこれ、やってるの見たいね、ちょっと。うちの座長が。これちょっと見たい。それはわかる。まず耐熱ボウルに牛乳とバターを入れ、600ワットで1分チン。余熱でバターが溶けたらドライイーストを加えてよく混ぜて、溶き卵も加える。おーい !1 から工程が多い。ちょ、待ってよ、そんな多いの工程。ちょっと待って、耐熱ボウル。これね。ちょ、みんな作ってよ、一緒にこれ。俺一人で作るのやだよ、寂しいから。言ってみわかる？とりあえず、バターとかなんか入れろって言われたんで、バターと溶き卵、ボウルに牛乳とバターを入れ600ワットで1分チン。ちょっと、コメント繋いでおいて。俺ちょっと冷蔵庫行くから。わぁ、ちょっと喉乾いた。これ飲ませてくれ。これ飲みたい。なんだっけ、どれか教えて。なんだっけ、やべ、これ映るか何か。これ、はい。はい。あ、はい。ね、これ映んな。ちょっと待ってくれ、これ。ボウルに牛乳とバターを入れ、牛乳とバター。牛乳
バター。牛乳とバターを、どんだけ入れんのこれ。うん、なんとなくでしょ、こんなに。150?150? これは 900ml だから。6分の1ぐらいですか。ちょ、わかんねえや。これの6分の1ってことは、これ6で、1、2、3、4、5。あ、やべ!ちょっと飲んでる俺、飲んだんだ。そうだ。朝、なんか、あれ飲んだ時に、なんだっけ、なんだっけ、ミントタブレットみたいな感じじゃなくて、シークワーサーじゃなくて、なんだっけ、朝食べるこのなんか、カリカリのやつ、なんだっけ、ケールカップ、そんなないよ。軽量カップ、この前プロテイン飲むやつあったけども、ない、だいたいだこれ、なんとなく。150ってことは、待って、だいたいこの炭酸の飲料のやつが250だから、これはちょっと少ないぐらいだ。いいんじゃない?すいません。これ炭酸水飲ませてもらいます。シリアル、それ、ナイス。いただきます。ちょっとこれ、お酒じゃないです、さすがにね。いただきます。ちょっとすいませんね。おい、うますぎるぞ。ちょっと。うまっ。で、牛乳入れて、バターどんだけ入れんのこれ。これ終わるか ?20g、バター 20g。これね、切れてるやつだから、蓋カット入れればいいんだよね。元気ですか皆さん。ところで。そのお酒飲めるの、お酒じゃないって。まあ、飲める年齢だけどね。右下に映ってるの何?これかな?これもあれっすね。こういうアクリル。なんちゃら。あー、ちょっと暑いな。皆さん元気ですか?最近は。私が作るに行ったよ。これいいよ。来るじゃん、そのオレンジに。あ、やべ。20g でいいのかな?ちょ、バター多い方が美味しいと思うんだけど。あれ、サラダ変なとこ行った。沼行っちゃった。ばっはい失礼。しけ。ほんでどうすんの?その虫ってどんぐらいの頻度でやってるんですか?今週1で頑張りたいんだけど、できない時もあるから、インスタライブは週1でやってます。なんだけど、サナミちゃんは月に2回とか、っすね。みんな心配してくれて大丈夫って。大丈夫だよ。死にゃせん、こんな分量間違えたところで。お気に入りのトリリオンポーズってそんなんこれだろ。で、600ワットで1分チン。失礼します。これ難しいんだよな。あ、来た。めっちゃ買ったんじゃん。あ、やべやべ、800カットになっちゃった。違う。あ、やべ。え ?OK。で、1分チンしたら、何作ってんすか?だからドーナツ。僕ドーナツを作ってます。焦らないで。そう。焦らないことが一番大事。ドラマ合わせて楽しい。もちろんそう大変なこともありますけれども。やっぱ、座長がもうめっちゃ頑張ってるので、もう、すごい僕も頑張れます。座長のおかげでね。よし、1分経つぞ、みんな。鳴るぞ、音。5、7、6、5、4、3。インスタよりツイッター向きの方ですね。おい、誰がや。おぉ。Good music.
で、パシゲ、ちょっと待って、一回俺、俺のプライベートゾーン見ないで、この箸、行って。こういう木のヘラを用意しましょう。ついてきてるみんな。一体全体。全体どう？よし。こちらですね。わあ、いい具合じゃないですか、これ。こっちなんて言うんだっけ？何の音今？ピンって言ったよ、今。何の音？ああ、これよ。あ、今コメントすごいなんか来てますけど。ヒルナンデスでね、初めてお会いしたんですけど、一応こう、誰とは言わないといけますけど、めちゃめちゃ、なんかありがたいことめちゃめちゃ仲良くならせていただいて、もう、絶対共演したいです。ちょっと誰か言っといてください、ね、なんか、関係者各所の方々に。なんかすごい、なんだろう、本能が言ってた。仲良くなれるって。一緒にいた時間、あの数時間よ。本能は言ってた、なんか、仲良くなれるって。びっくりしちゃった。初めてここまでなんか、あの短時間で距離を詰めさせていただいたの。はい。まあまあまあ、ちょっと、あんまあれですけど、ちょっと待って、俺こっち集中しないと、また失敗して、どうせお前はそういったなんか、ふざけてんだろうって言われるんで。バターが溶けたら、イースト？ドライイーストですか？ドライかどうかわかんねえよ、それイーストだけじゃ。西東とかの、イースト、サウス、ノースとかどっちこれ。3グラム。え？ドライイーストなんてうちにあんのか？あ、買ったな、前。賞味期限大丈夫か、これ。どこ？やべえ、イーストがなんとこにあるか。ぐちゃぐちゃすぎる。おい、待てよ。グラニュー糖また買ってきちまったよ。2袋も入ってんぞ、この中。これだ。あれ？かつお節だ。え？どこ？どこにあんの？砂糖でしょ？でもどこにあるのっつうか、あんまりに使ってなすぎる。わかんない。ちょっとドライイーストないわ。どうしよう。誰か。生イーストもあんの？順調やん。お前どこかやねん。お前まだ工程1だぞ、これ。工程12まである。工程1だぞ、今俺。ちょっと待ってくれ。やばい。なんかドライイースト入ってるお菓子じゃダメかな。お菓子ならこう置いたんだけど。え、どこ、冷蔵庫が。引っ越した時に全部なんかもうバイアクラスぶち込んじまったんだよな。これは寿司酢？なんでこんなの？これは？あー、やべ、ないわ。誰かドライイースト持ってきて。はい。ちょ、ドライイーストがない。みんな、え？よく探して、なんとか袋、あ、クッキーとか入ってないの。ドライイーストって。え、嘘だろ。ドライイースト？なの？おい、ねえぞ、ドライイースト。どうなってんだよ。あ、やばい。これはまずい。え？ハプニングだよ。なんでないの？綿菓子でいいかな。綿、あ、あ、練乳。ちょ、誰か料理人の人、料理人いる、料理人。ドライイーストがない。ちょっと料理人いる、料理人。ホットケーキミックス。ホットケーキミックス何作るの？これは？これどうすんの？これ牛乳とバター。え、待って。あと、見たんだもん、引っ越し前にドライイーストあんなっつって。
あー、無理だ。あー、ちょっとクッキー入れとこ、クッキー。クッキー。クッキーで許してくれ。クッキー入れとくか。クッキーで許してくれ。クッキーで。お前、クッキー。え？ちょっと一旦クッキーちょっと、ここ、クッキーの破片入れとくわ。なんでねんだ、ドライスト、マジで。んで？やっぱわかんなすぎる。あ、ここ、あ、ここ？やべ、なんか出てきた。あー、ブラックペッパーとかしかないな。困ったな。ベーキングパウダーってないんだって、そんななんかベーキングパウダーが。まあいいや、次、次だ。もう次、こんなことしてる場合じゃない。で、卵何個？卵何個書いてないぞ。あ、あった。30g？ 個数でくれ、卵は。え？卵って普通何グラムなんこれ。ちょっと待って。30g わかんないよ、俺。ねえ、みんな30g って何？ちょっと。誰か。あ、危ない。卵 30g。お前1個入れてくれだろう。やばい、指輪しながら料理すると怒られる。外さなきゃ。ドライイーストなんでないの、マジで。重曹？重曹って掃除のやつじゃないの？ 2個 !30g! あ、そうなの？ 2 個なの？シェフもおすすめの卵なんだけども、ちょっと待って、このビブラストラップがマジ、あ、ごめんよ。こいつちょっと邪魔だ。ああ、めっちゃ臭い。めっちゃ臭い。ティッシュ。よし。卵、1個ね、オッケー。L サイズで 70g。これ何サイズで、いや、L サイズとか知らん。これ、普通のやつ、M か S かわからんけど、普通のサイズだから。次。あ、なんだこれ HB 編？何？待って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 。え、わけのわからないレシピ出てきた。ちょっとわけのわかんないレシピが出てきた。なんか星マーク HB 編。 HB って何？ハッピーバースデー？ハッピーバースデー？何 HB って。ハッピーバースデー編もこれ書いてくれてんの？このレシピ。パンケース、パンケース、パンケースに丸二を加え、丸二？何丸二って。は、パンケースに丸二を加え、次に混ぜ合わせた丸を加え、ハッピーバースデーの生地作りでミキシング。どういうこと？わけわかんねえって。何それ。な、俺東大の過去問解いてる？何これ。丸二、パンケースに丸2を加え、次に混ぜ合わせた丸を加え、ハッピーバースデーの生地作りでミキシング。どういうこと？コメント、頼む。ベーカリー？ホームベーカリー？ホームベーカリー？そんなないよ、俺。え、待って待って。早く言ってくれ。おい、待って、めっちゃバカじゃん、俺、そんな。誕生日のなんか大きいやつ作るやつかと思った。ちょっと待って。待って待って。どういうこと？ホームベーカリー編ってことは、これホームベーカリーいるってこと？にしても丸二って何？丸二なんて書いてないよ、どこにも。やべ、鼻に炭酸が。あ、鼻がすっきりしたよ。あ、鼻に炭酸入った。待って、ホームベーカリー編ってこと？写真はこね上がり、とても柔らかく、なんとかまとまった状態。発酵？ 60 分発酵って書いてあるぞ、これ。お、いや、発酵は飛ばそう。じゃあ
ホームベーカリー編は無理なんで、ハンドクッキング編 HC ということで HC 編にします。僕はちょっとごめんなさい、ハンドクッキング編で、どうすればいいの、何を、タイム、ちょタイム、テクニカルタイムアウト、ちょっと待って、これ無理だ、意味がわからんすぎる、もうなんでこれ難しいよ、どうすればいいのこんなんだって、ちょっと待って、一旦落ち着くわ、ちょっと一旦こう食べる、一旦こう食べたいな、よし、俺の好きなプリンなんで、ちょっとこれ食べます、ドーナツ、わかんねえ、ちょっとかっこいいでしょこれ、ちょっと一回休憩しようみんなね、落ち着こう、椅子買ったんで、僕こういうサロメーションの椅子買ったんで、よーし落ち着こうか、いただきます、うん、一回喋ろう、待てよ、ホームベーカリーってやっぱすごいの、機械だから。やっぱ手では作れないのかな。ちょっとそれ、なんか、いない？料理長。何食べてんの？プリン、プリンス、プリン。買ってきたプリン。待って。この材料あればプリン作れるか。牛乳あるし、バターあるし、強力粉あるし。なんか、焼いちゃおう。何を焼くの？今これ、これ焼いたとってこれ蒸発するだけだよ、これ今これ。水分しかないもん、俺今これ。水分と少しのクッキーと卵。いや、これは絶対使いたいから、待って待って、ちょっと、誰か、もういい。もうドーナツいい。一旦置いとこう。牛乳、卵、バターで何ができる？これ混ぜちゃった、ちなみに。ホームベーカリーの代わり、天然酵母。天然酵母ってなんだ？これ何作れる？ホームベーカリー以外のもので。なんでクッキー入れたんだ？ドライイーストなかったからだよ。ドライイーストなかったらクッキー入れるしかないだろ。ホットケーキミックス？そんなないってそんな。探してみる一回。ホットケーキミックスってどうなんすか？あ、待って探すわ。ミックスあった、賞味期限大丈夫、これ前の部屋から持ってきたやつだぞ、なんだこれ、前のサナメシ使った、あ、長いんだね賞味期限ね、ホットケーキミックスってね、こんな長いんだ、全然余裕だ、1年以上いけるわ、ホットケーキあった、待ってちょっとホットケーキミックスのなんかもういいや、もうこんなもうタブレットのレシピダメ、ごめんなさい、これちょっともうレベルが高すぎ、これフレンチ作れる人しか作れない、メープルシロップもある、ちょっと誰かホットケーキミックスの、ホットケーキミックスをこの中にぶち込めばいいってことかな、大丈夫そう、落ち着いて一回、パウンドケーキも作れるよ、ホケミあれば、ホケミっていうの、ホケミさん、ダニ大丈夫、ダニ見えるレベルのダニ、それ多分昆虫だよ、ホットケーキミックスの作り方パッケージに書いてない、え、あ、ドーナツの作り方、あっち、そんな丁寧な、パンケーキの作り方しか書いてないっす、見てないね、明美みたいな感じ、ケーク、分かった、ホットケーキミックスで作れるの分かったけど、だけど作り方教えてくれ頼むから、
もう時間ないんだよ俺には。 TikTok の配信もちょっとするし、今からファンコミュニティのキラリの配信もするし、みんな寝ちまうから。今日みんな、あ、特典会、ツーショット回答ライブありがとうございました。それみんな来てくれてる人眠くて寝ちまうから、急ごう。そう。だけど、ホケミのレシピ送ってくれ。あ、なんか、ちょっと待って。ホットケーキミックスをぶち込んで、どこに？調べるってさ、俺調べたらまたさ、ハッピーバースデー出てきちゃうから。また俺のやつさ。ちょっと待って、ちょっとやばい。で、ちょっと、掃除機が動いちゃう。ちょっと待って。No! Please, no! Yes. Good boy.リクソ、リクソ、お前だけは頼りだ。うわ、タブレットでそこに、あ、そうなの、液体に入れればいいんだ大丈夫、大丈夫です。ホットケーキミックス全然、まだこれちゃんと封開いてないやつ使うんで、これぶつかればいいんだね。でも信じるよ、俺信じる。おお、あ、ちょっと待ってくれ、本当に最低なことした。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。やばいって、これはやばいって、さすがにこれはやばいって、マジやだ、片付けんのこれもうやだ、もうほげみー、もうちょっと待ってくれよ。うわ、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、これやばい、タブレットが、タブレットがタブレットに霜降ってる。ちょっと待って、やばい、やばい、やばい、ちょっとまずい。見る一回、はいって、はい、タブレットなくなったんでレシピ見れませんと。続いては、もうこれやばいよ、ちょっと待って、おっとやばい、こっちのね、壁がね、もうなんかすごいこの砂のサンドアートみたいになってる。描きたいもんね、見せれないの、しんこう見せたいな。ダメだ、ちょっとなんか他のいろんな商品名で映っちまう、これライトとか。ほんと、粉雪だよ、俺。ちょっと待ってくれ、これドーナツできんのか、マジで。その次のレジ。砂の塔の、お兄ちゃん役の人ですね。そうよく言われます。街でも、お兄ちゃん、お兄ちゃんって未だに言っていただきます。そんなことはちょっといいんですけど、一旦ちょっとこれ混ぜてるんで、この後のレシピ送ってください。待ってくれ、あれどうなってんだよ。お、でもなんかホットケーキの匂いしてきた。おう、で、器小さすぎ。いや、もうそれしょうがない。ちょっとなんかドーナツっぽいよ、生地状態見せて。はい、プロいた、プロ。はい、こういう感じですね。こういうタルタルソースみたいな感じ。ほんで、まずはフライパンで焼こう。それで終わり？さっきの12工程で全部ぶっ飛ばせんの？ホットケーキミックスって。価値？すごくね？粉が足らん。足りるだろ、粉絶対。これもう、結構パサパサに見えるぞ。油で揚げて、はい、持ってるた方がいいの、ホットケーキミックス。なんかそういうコメント来るんだけど、粉が足りないってめっちゃ売れてる。ガチガチ、もうない、今ラストホケミ。ホケミって何、本当にやばいって。 HB 買おう、マジで。ホームベーカリーって書いてくれ、頼むから。
卵少ない、粉少ない、全部少ないじゃねえか。まあいい、もう足りないぐらいがちょうどいいって、もうそういうの。料理できる人なんか来なくなっちゃう、これやばい。俺強力粉、強力粉入れればいい。強力粉、強力粉あるって言ったよね俺。強力粉はなんかね、なんかゲットしたんだけど、あれちょっと待って、さっきどこ見たんだっけ。ああ、これだ。ドライイーストあった。ドライイースト欲しい人いる？あったよ、あった。冷蔵庫ここに下のなんかそのシンクパックみたいなところに入れてたんだ俺。シンクパックじゃねえか、ここなんだ、こういうところ。強力粉もありました。え、ちょっとちょっと待って、もう終わった。右足が強力粉になりました。右足はそうなんですけど、床が強力粉だ。ちょっとな、何入れんの今から。強力粉入れる？ドライイースト回りましたけども、一応なんか記念に入れときますか、あったんで。めっちゃいっぱいあるんで、ドライイーストいらない？薄力粉？ドライイースト少し、ちょっと、やばい。あのね、やばい。金魚の餌入りぐらいやっちゃった。やばい。いらない？やばい。実家で飼ってる金魚の餌ぐらいやっちゃった。やばい。やばい。こんぐらい入ってます、今、ドライイースト。匂いかもね。チーズみたいな匂いする。ちょっと、ちょっと待ってくださいね。お、誰だよ。いや、強力粉は？一旦落ち着こう。強力粉は？初見の方、初見です。こんにちは。今すごい順調です。初見の人内緒にしといて。どうなってるか見せて。いや、これ変わんないで、ルックスは。こういう。まとまらず、強力粉入れた方がいいんだね。オッケー。強力粉入れてまとまるぐらいになればいいんだよね、これ多分ね。そんな感じでしょ、今コメント、みんなのコメント的にね。結構入れていいと思った。まとまるぐらいになったら油で揚げると。落ち着いてると、俺はいたって落ち着いてるよ。元気ですか？いつもこんな感じ、ちょっと優雅な感じで作らせてもらってますけれども。お、まとまってきた。あ、いいね、そのグリとグラのホットケーキ。いいね、俺大好きだったよ、あの絵本。あれ見て、日曜日の朝にホットケーキ作ってって言ってたもん、実家で。で、ドーナツ、マジでさ、このドーナツ屋さんのやつめっちゃ好きでさ、一瞬食べちゃうのよ俺。マジこれ大事に食べなきゃだね、これね。こんな難しいの？待って、なんかいいぞ。こんぐらいになりました。
あ、待って、なんか、待って、リクとかなんかコメント来た。やべ、流れた。やべ、やべ、早い。リクト、俺パン生地作れねえんだ。HB ないから。強力粉持ち入れた方がいいと思うよ。ゆるくならないまででしょ。こんなもんかな。まだやるか、やっぱそうだよね。こぐまちゃんの音より懐かしいな。なんかオレンジの本でしょ、あの。あれ大好きだったよ、俺。ハッピーバースデーないのよ。もう少し粉入れてて、粉なら何でもいいんですか？強力粉入れてますけど、僕大丈夫ですか？こんな感じですか？型抜きできるイメージ、そんなに？一回開けてみる。それみんながそれ間違えてるかもしれないし。型抜きできるイメージ、そんな？じゃあ牛乳入れすぎちゃう、絶対俺。ちょっとだけ、なんかそのあんまやるともったいないんで、もう焼くけど最終的にはね、ちょっと一旦行ってみよう。やったことないで、みんな。いで。一旦この鍋みたいなやつで、これどっかやっぱ新しい料理って生まれるかもしんないかもしんない。マジか、俺めちゃめちゃドーナツ楽しみにしたんだけどな。ドーナツめっちゃ食いたくて楽しみにしたんだけどな。あ、水分多いと揚げるの危ないと。焼いてみようか、じゃあね。それも、それありがとう、その意見はありがとう。救われたわ、一つの命が。じゃあちょっとフライパン、これいらないな、じゃあ。これでいきます。この中に穴開いてればいいんでしょ。それだけは任せてよ。頼む。行ってきます。あ、やべえ、ちょっと待って、俺 TikTok そろそろ行かなきゃやばいな。よし、よし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 、いいぞ、これいいぞ。完成ね。失礼しました、ありがとうございます。砂糖ちょっと上から垂らすわ、これ。なんかいい匂いしてんだけど。ちょ、塩的な感じで。え、膨らんでんべ。ちょっとあと2分ぐらいしたら、TikTok 行きます。
でも一個だけ言わせて、マジめっちゃいい感じだから、ほら。行くべ。ああ、想像よりホットケーキだな。ちょ待て、TikTok 行ってくるわ。ちょ TikTok 見に来て、一旦続き着く TikTok 見てくるわ。ちょっと失礼します。ありがとう、見てくれて。 TikTok 行ってきます。